宇宙刑事シャリバンは、1983年から1984年にかけて放映された日本の特撮スーパーヒーローテレビシリーズです。宇宙刑事3部作の2番目の作品であり、悪の組織から地球を守る2番目の宇宙刑事となる若者、デンガの冒険に続きます。窓。彼はまた、シャリバンソードを含む強力な武器やガジェットの武器を持っており、マシンホークとして知られるスーパーカーを運転しています。